ですね、特に、もう一度こうバックスの展開力といったものを作り直さないといけませんし、フォワードももっともっとですね、やはり前に出れるフォワードにしなければいけないと思います。それで2北得点でしたね。そうですね、やはり思ったようなフォワードの動きができなかったということとですね、あとバックスがもう先ほども橋本先生言っておりましたけども、そのスタンドオフの欠場ということが非常に。66回目を迎えます全国高等学校ラグビーフットボール大会。全国大会花園への切符は2枚ありますが、その1枚を手にしたのは北見北斗です。もう残り1枚を目指して南北海道大会の決勝がこれから行われます。決勝は函館雄斗対札幌清田高校、左から右に攻めます黒いジャージが函館雄斗高校、そして右から左に攻めます白いユニフォームが札幌清田高校です。この放送は北海道ラグビーフットボール協会副理事長後藤誠一さんの解説でお送りしてまいります。後藤さん、よろしくお願いいたします。こちらよろしくお願いします。それではこれまでの両チームの試合ぶりをご覧いただきましょう。どうやら試合が始まるようです。札幌清田高校のキックオフで試合が始まりました。前半30分、後半30分の試合の前半が開始されます。レフリーは美幌高校の小池典文さんです。両チームを負けまして札幌清田高校ボールのスクラムと変わります。それではこれまでの両チームの戦いぶりをご覧いただきましょう。函館雄斗高校は1回戦苫小牧南、そして2回戦函館両北、特に函館両北高校には前半27分まで得点を入れることができませんでした。ようやく勝って決勝まで進んでいます。我慢の雄斗です。そして札幌清田高校は1回戦芦別、そして2回戦恵庭南にこれも順当に勝ち上がってきまして今日の決勝戦を迎えています。今札幌清田高校にペナルティーがありまして函館雄斗にペナルティーキックが与えられます。後藤さん、今日の試合の見どころといいますとどんなところになりますでしょうか。そうですね、今どちらが最初に得点するかでしょうね。これそれによって選手の息が上がりますからね、まあ非常に難しいですけど、まあどちらもトライの上手なチームじゃないのでね、その辺が見どころだと思いますね。では先制点を取って波に乗っていきたいと。そうですね、それが一番大事なところですね。まず函館雄斗高校が札幌清田高校の陣奥深くへ攻め込んでいます。ボールを入れるのは札幌清田。画面右に見えますのは清田高校の22メートルラインです。函館雄斗にボールが出ました。ラインへ回す、繋がるか、繋がりました。12番安井が持って突っ込んでいく、ウイングに渡って22メートルラインのところまでボールが来ました。ここで反則があったのは札幌清田高校、函館雄斗高校。オフサイドですね。ここまで持ってきて非常に惜しい反則ですね。そうですね、やはり焦りですかね。では両チームのメンバーを簡単にご紹介してまいりましょう。まず函館雄斗高校からです。フォワードの8人、平均体重は74キロとそんなに重くはありません。しかし6番7番8番を中心にしたディフェンスの良いチームです。続いてハーフバック8番9番9番のニーキア国体選手です。そして3クォーターバック、いいのはこのチームのゲームリーダー中心となっています。そして15番はフルバックの天木です。一方札幌清田高校は左プロップの金橋がキャプテンです。4番5番はロックですが13秒と12秒8というふうに非常に俊足です。ハーフバック、スリークォーターバックはご覧の通りとなっています。さあ函館雄斗高校が攻め込んでまいりました。右のラインはゴールラインです。札幌清田高校、ボールを入れるのは札幌清田高校です。フランカー7番の橋田がボールを入れます。ここではミスをしてはいけませんね。そうです、ボールは清田に出ました。タッチには出ません。新たがまっすぐ突っ込んできてフォワードの帰りを待ちたいところですが、ここでペナルティー、函館雄斗にもまたも反則。
函館でいうと22メートルライン清田陣まで攻め込みますが、はい、惜しいところの反則多いですね。ちょっと焦ってますね。今の場合でもいいボールで攻めたんですけどね。これで22メートルの外まで函館雄斗高校を押し返しました。札幌清田高校、田村こっから行こう、はい、田村こっから行こう。今度は函館雄斗高校ボールのラインアウトとなります。投げ入れるのは6番の田村。4時53分。札幌清田高校バックスのオフサイドでしょうか。そうです、ラインアウトが解消されてない前に前に出たということで、あそこでペナルティですね。札幌清田高校の門脇監督です。痛いところでの反則でやや渋い表情、真ん中の座ってらっしゃる方です。さあゴールを狙います。函館雄斗高校狙いますのはスクラムハーフの新木です。この位置は比較的難しい位置ではないようですね。これはサイドキックでも入りやすい方ですね。まあ右のバーを狙えば入るんじゃないですかね。まず先制点が欲しい函館雄斗、大きく蹴って左に逸れてしまいました。ペナルティーキックはペナルティーゴールは成功しませんでした。函館雄斗サイド非常にちょっと惜しい、残念だというような表情を見せています。ドロップアウトに変わりまして、22メートルラインの内側からの札幌清田高校のドロップキックでプレーが再開されます。ボールを前へ落としてしまいました。ラグビーの場合ボールを前へ落とすのをノックオンと言いまして、これは反則になります。反則になった地点で相手ボールのスクラムと変わります。函館雄斗高校の安本監督、座ってらっしゃる右側の方、そして向かって左が三浦部長です。22メートルのやや外側、札幌清田高校ボールのスクラムです。スクラムが潰れました。最近のルールではこのスクラムが潰れるということは危険防止のためにいろいろなルールで防いでるようですね。そのためにまず高校生の場合前5人だけで組むと、それから後ろ3人をつかすということになっておりますね。もう非常にこのスクラムで怪我が多いもんで、それ以来非常にこの辺がうるさくなります、ルール上。それと肩の位置より頭を下げてはいけないというのもございましたね。しかしやはりスクラムというのは相手チームと直接ぶつかるところですから、なかなかそううまくはいかないんじゃないですかね。そうですね、やはりもう自分の意識がサージしました。しかし15番札幌京都のフルバック漆原がこのボールを取ってようやくタッチに逃げています。スクラムの例えばその押されるというのはフォワードあるいはバックスにとって非常に大きな影響があるわけですね。バックスが非常にありますね。やっぱり下がってボールをもらうとなると非常に前に出るのが難しくなります。ダッシュがつきませんね。ラインアウトから函館雄斗にボールが出たところでホイッスルです。ノックオンですね。スクラムと変わります。4番の選手函館雄斗の伊藤、左ロックです。ちょうど右腰のあたりに手を当てていますが、かなり痛そうな表情。ちょうど清田の選手がそれタックルしましたんでね、やっぱりきついタックルしたんですね。どうやら大丈夫ようです。札幌清田高校と函館雄斗高校両チームともまだ得点がありません。今札幌清田高校の22メートルラインが画面の右側に見えております。この時点でのスクラム、左に函館雄斗高校がディフェンスのラインを引いています。ボールが札幌清田に出てタッチへ出ません。ボールを取るのは函館雄斗、10メートルラインまで押し返しました。モールからボールが出ますが有効な球が出ません。フォワードへ返してこの状態をモールと言います。ボールが空中にある状態、左ラインに出ました。ここからキックを使いますが、14番うまく回り込んでいます。このままカウンターアタックに入るか。さあ清田高校もう一人フルバックへ、漆原を持って突っ込んでいく、タックルされました。その後に札幌清田高校のフォワードが突っ込んでいきます。大きな笛はペナルティ
今の反則は倒れ込みですね。要するに清田の選手が頭から入った。